コリブレシーです。ライチメカーです。はい、今回より7月9日発売のマテンパーフェクトおよび総空ストリームの新カード公開を始めていきます。イエーイ。はい、今回は記念すべき第1回ということでですね、マテンパーフェクトより未進化の水タイプのポケモンを紹介していきます。まずは進化前からいきましょう。こちらです。ドーン、ハスボート、ハスブレロです。はい、ハスボー超可愛くないですか。可愛い、流れてる感じでね。これ後ろにめっちゃひまわり畑広がってますね。はい、ハスブレロはこっち見てますね、うん、そうですね、見ながらスイートという感じで、こっちも可愛いです。続いてハスブレロから進化するポケモンを紹介していきます。こちらです。ドーン、ルンパッパー。可愛い、ニコ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 、うん、ダンスしてますね。これはハイテンションダンス。ハイテンションダンスです。イエーイ。あっプリトさん見えてないから多分7分急にやりだしたみたいになっちゃうこれ。ルンパパは水タイプの未進化ポケモンで HP が140です。特性のハイテンションダンスが自分の番にこのカードを手札から進化させた時に使えて、この番自分の種ポケモンが相手のバトルポケモンに与える技のダメージがプラス100されます。 100?、うん、はい、水、無色、スプラッシュ120ダメージです。ということでハイテンションダンスこの特性でダメージが100アップするってことは、ザシアン V のブレイブキャリバーが330ダメージになって、ポケモン V マックスも一発で倒せるようになるますね、うん、なります、なりますね。はい、いや、もともとダメージ大きいダメージがもっとプラス100になるとね、倒せる範囲広がるんじゃないかなとは思いますが、うん、このルンパッパね、手札から進化させた時ということで、不思議な雨でハスボーからルンパッパにしてももちろん対応しますし、まあ、場に2匹ね進化元がいて1匹ずつそれぞれ進化したらそれぞれ効果が働くのでプラス200とかそういうこともできます。すごい。はい、さらに回収ネットとかで使い回してあげるとね、もしかしたら毎晩ダメージを100プラスできるかもしれないというカードになってますね。とんでもないな。はい、例えば元々の技のダメージあんまり大きくないけど効果が非常に強力なカードとかと組み合わせるともっと強く使える可能性があるなと思っていて、うん、相手が手札からグッズを出して使えなくなる、フリー上の技だったりクワガノン V のパラライズボルトみたいなのもね、かなりダメージが上がると強力になりますし、うん、技のダメージで相手ポケモンを倒した時に取れるサイドの数が多くなる、ペロちゃんとマッシブン GX のビーストゲーム GX だったり、ムーランド V のおかわりファング、あとは悪事キングのレッドバイキングとかがね非常に強力になるイメージがありますね、うん、個人的にはカビゴン V とかもね、飲み込むという技がですね、うん、与えたダメージの分だけ自分の HP 回復できますので、うん、60ダメージ出るんですけれども、60プラス100で160ダメージ与えつつ160回復っていう技にパワーアップしたりもするんで、はい、面白いかなと思います。このルンパッパね、手札から進化させていくって流れで重要になるんですけど、このルンパッパを進化させる上で進化前のハスブレロに特性トップエントリーを持ったものもいますので、効果で直接ハスブレロを場に出してあげれば次の番にはねすぐルンパッパになれるということで、結構準備がしやすいポケモンだと思います。ぜひいろんなデッキで試してほしいですね。ちなみにエクストラレギュレーションで使えるメガニウムとの相性もね抜群なので、エクストラレギュレーションでルンパッパを使ってあげるプランもいいかなと思います。メガニウム特性装着ハーブによって直接ねハスボーからルンパッパにね特性で進化できますので、まあ、回収とも組み合わせてルンパッパの特性がさらに使いやすくなりますので、スタンダードレギュレーションではねできないコンボもね楽しめるかなと思います。種ポケモン限定ですのでそこだけ気をつけてください。というわけで今回ですね、ハスボー、ハスブレロ、ルンパッパを紹介していきました。今後もポケモンカードチャンネルでは今日紹介した拡張パックマテンパーフェクトのカードだけじゃなくて、同じく発売する総空ストリームのカードも初公開していきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録もお願いします。ということで、さっきカードで見えなかったポニータさんのハイテンションダンスが見たいので、今日はそれで動画の締めとしましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。イエー